プライムタイムプラス。昔からずっと一緒におったから、竜が普通じゃないって言われんのがなんでかわからんかった。ただちょっと親父さんがこわもてで、姉さんも迫力があっていかつい家に住んどって、そこには兄弟っちゅうほんまの兄弟じゃない人らがたくさんおる。それだけや。龍はいいやつや。極道の息子やからってなんやって言うねん。あと2ヶ月や。頼んだぞ、直樹。なんで俺が。どうした、もう終わりか。ドラゴン大原と呼ばれる兄貴に喧嘩売ろうなんて、度胸やな。まだやるんやったら。何やっとるんや、龍。なお里屋さん。こら、またかボケ。言うとくけど、あいつらが先に喧嘩売ってきたんやからな。で、お前はどうしたんや。俺に告白？リュウ、お前、五代目継いだれよ。大原組といえば、その筋じゃ地元で知らない奴はいないってほどの有名一家。でかい看板ぶら下げて、しのぎを削って現在四代目。由緒正しい極道である。五代目、お帰りなさい。立花、五代目って言うな。お前、なおまで駒にするとはどういうことや。
くら自分の甥っ子やからってな。説得してくれたんとちゃうんか。話はしたけど納得してくれたかは別や。大原龍之介はその四代目の一人息子、持病のある棟梁の跡目をしっかり継げるようにと子供の頃から手塩にかけて育てられた箱入りである。なのに俺後継ぐのやめた。あと2ヶ月、高校卒業したら正式に家業を見てもらおう思とったのに、なんで急に電車の運転士になるとか意味わからん。電車の運転士かっこええやんかな。親父も好きにしたらええって。若は俺らが今までやってきたこと全部無駄にするっちゅうんですか。もうええやんか。俺は仇の仕事について直と幸せな家庭を築くから。直樹も望んでいるのにダメなんですか。うん、そうなんか。まあ車掌服よりは似合うやろな。とにかく俺は継がへん言うたら継がへんぞ絶対に。今までお前の言うことだけは何でも聞いてたのにな。ありがとうございました。竜とうちの母親同士が親友で、ついでに若頭の立花が母の弟だったせいで、俺は昔から竜の家に出入りしとった。いわゆる幼馴染だ。竜は昔から極道の息子ってので友達ができにくいせいもあって、俺にそれはもうべったりやった。そして中1の時、俺に死ねと言われて、ほんまに死のうとしたことがある。なおに嫌われた。もうどうでもええねん。このままじゃあかん。あんた昨日リュウちゃんとこ行ってきたんやろ。うん。元気やった？最近あんまり来てくれへんから寂しいわ。あいつもいろいろあるんやろ。俺はなるべく竜を突き放すようにしてきたはずやのに。よう。未だに状況が変わってないのはなんでなんや。負けたんか。勝ったわ。ちょっと手間取った。年数おったから。最近会わないか。なんかしたんかお前。何すんねんその辺のチンピラに。立花のおっさんに言わんでええんか。俺一人に勝てへんような雑魚やで。わざわざ組のことにする必要ない。お前ってほんま組長気質。ヤバなったら言えよ。おう。そういうのは彼女作ってやれって言うとるやろ。そんなもんいらんし。なお発情期の猫かお前は。発情しとるんや。なんであかんねん。あかんに決まってるやろ。じゃあなんで基礎ええねん。それは何も減らへんし。じゃあええやんかセックスも。痛い。嘘です。なんもせんって。リュウ、お前
俺がおらんようになったらどうするんや。え、お前がいろんなもん全部俺に向けてくんのは目の前に俺しかおらんからやろ。ちゃうぞ、好きやからや。だからそういうのもな。お前がおらんようになったら泣くかな。泣くんかい。泣くな、多分。その後のことはまあそうなってみんとわからんな。あかん、やっぱりなんか手打たんと。はい。直樹か、若は知らんか。龍ならうちにおるけど。よかった、無事やったんやな。なんかあったん。ええ、うちが四代目の帰宅で崩れよるって噂が立っとるんや。はあ？もちろんデタラメや、けどそれでよその組のチンピラどもが五代目継ぐ前に潰したらって動きよるらしい。お前も気ぃつけとってくれ。だから最近でも親父さんのこととか五代目とかどこからそんな話が。お前が俺に組み継げって言いに来た時も俺とお前と鉄しか。ああ、はい、みんなに話しました。お前か。俺嬉しくって、五代目とかってマジかっけっすよ。え、なんすか、なんすか、俺なんかまずかったっすか。兄貴、里谷さん。悪かったな、もっと俺が気ぃつけるべきやった。ほんじゃ俺のボディーガードしてくれるか。おう。帰るんも一緒、飯も一緒、寝るんも一緒、あれも、うん、嘘や嘘や、家でおとなしくしてるわ。お前らまだやるんか。おとなしくせんとこいつがどうなっても知らんからな。お前アホやな。サワン。なナオも強いぞ。くそ、やれ。結局こうなるんやな。これじゃいつまでたっても何も変わらへん。くそ。殺す。アホかお前、ガキ相手に。龍、おいやめろ。カスタだけや。龍、お前らの顔大原の若頭に送った。言っとくけど四代目はまだまだ現役やぞ。五代目に向けたってなったらこっちもただじゃおれへんからな。お前が犯罪を犯してどうすんねん。死なへんか。死なへんわ、こんなんで。つかヤクザってほんまにあんなん持ってんねんな。うちにもある。え、親父の昔の奥さんな、組の抗争に巻き込まれて死んでんて。他の奴らもそうや。
うちはしょっちゅう怪我人が出る。だから俺がほんまに組継ぐことになったら、俺お前とおるのやめるな。なんやそれ。それをお前が言うんか。俺がお前から離れようとしてたのに。ノウ、行こう。どこ行くんやナオ。一緒にいたいのはどっちや。手を離す機会なら今まで何度でもあったのに。飲むぞ。若、とうとうその気になってくれはったんですね。だっとれ。後を継ぐ言うてもまだ2ヶ月ある。俺はギリギリまでお前とおるぞ。直前までお前とイチャイチャベタベタしてもっとすごいことも。アホか。別にこれは跡目継承杯やない。ん、お茶うんかい。これはお前と俺とでやるだけや。なお、この家で杯交わすっちゅうことはな。分かっとるわ。一蓮托生の約束するってことやろ。初めからこうすればよかったんや。お前は勝手に俺の前から消えるくせに、俺がおらんようになったら泣くんやろ。それでその後どうなるか分からんって言った。そんなん俺はずっとそれを心配しとかなあかんやないか。ヤクザな取引しようや。竜、俺はお前が何者でも一緒におるぞ。ああ、お前そんなもん飲んでもうたら。俺は守ってもらわんでも大丈夫や。今まで無事やったしな。おっさん、竜の悪あがききっともうないで。ようやった直樹、おやっさんとみんなに言うとくわ。俺はもう腹くくったぞ。まあこれ以上のことをするかどうかは別の話やけど。絆は結婚よりよっぽど強いぞ。お前卑怯やで。それで逃げてきたんかい。さてどうしたろか、あの二人。
あれから半年、無事高校を卒業した俺と直樹はそれぞれ家業を継ぐべく仕事に励んでいた。直は店の手伝い、俺は立花にしごかれる毎日。なんで高校出たのにまだこんな勉強せなあかんねん。直のやつといえば、俺と一連卓上の約束なんかした割にはキスより先へはちっとも進ませてくれへん。ほんま生殺しやな。その上この前のチンピラどもが証拠りもなくナオの周りをおろちょろしとる。ほんま腹立つて。あ、お前誰や。なんでナオの携帯で電話かけてくんねん。あっこら、ナオに何しよる。鉄はともかくナオにちょっかい出したらただじゃおかへんぞ。ちょ兄貴ひどいですよ。タイトロープ第2話、これからもずっと一緒におろな。2012年6月27日発売。どうなる俺たちの未来、絶対見てくださいね。何やっとんねん龍、めっちゃ楽しそうやな。まあな、後編でお前と初エッチする時のための浴衣選んでんねん。誰がお前とエッチなんかすんねん。そんなセリフはな、俺に買ってから言え。さて問題です。後編で兄貴が里谷さんとイチャつく時に着る浴衣は次のうちどれでしょう。正解者の中から抽選で15名様に声優直筆サイン入りアフレコ台本をプレゼント。ご応募お待ちしてます。無理して標準語使うなよ。